簡単にお金稼ぐ方法ってないかな。あった。はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。アクです。よろしくお願いします。ということでね、簡単にお金稼ぐ方法、教えましょう。もうみんな欲しいやん、お金。もう世の中お金やで、なんでも。うん。もうお金こそが人生というヒエラルキーの頂点にいると僕は思っている。まあそんな言ってるやつこそね、お金持ってないんですけど、簡単にお金稼ぐ方法あった。これ。ナンバーズ4。まあナンバーズ4っていうのはね、0000から9999の1万通りの数字を選ぶんですよ。まあね、ナンバーズ4やったことある人は知ってると思うんですけど、買い方もストレート、ボックス、セットって3つあって、で、ストレートがもし当選番号が1234で、自分が選んだ番号が1234で同じやったらストレート当たるんですよ。まあいわゆる1万分の1の確率ですね。で、ボックスっていうのがもし当選番号1234で、自分の選んだ数字が2134やったとしても同じ数字やから当選。その代わり数字は当てても順番が違うから配当金がすごい、もう10分の1ぐらいに少なくなる。10分の1はいいですね。セットっていうのが一口でそのストレートとボックスの両方を変えるのがセットなんですよ。でもセットになるともう配当金がもう微小になる。もうスズメの涙程度になる。で、ナンバーズ4やっていこうと思うんやけど、8月1日ですよ。ダイエットやります宣言の動画の後に撮ってるんで、これピチって生きてるんですけど、今日から1ヶ月毎日買っていきます。このやり方で当たりますみたいなとかよくあるじゃないですか。もうあんなんがせ、もうそんなんで当たるはずないから。もう絶対当たるとか言ってるのはもう詐欺に近い。で、まあ僕とか数学得意やん。もう数学オリンピック出てるやん。うん、よろしくお願いしまーすっていうぐらい僕数学オリンピック出てるやん。このマル秘手帳、 YouTube のマル秘手帳にね、この8月1ヶ月間でどの数字が出やすいかっていうのをね、チラッとだけね、まあ数学オリンピックの僕が、うん、まあ、ざっと1時間半かけて出やすい数字を出しました。その数字がもうここだけの話やで。もうこれでも8月すぐ出したらもうみんな買い出すから怖いんやけど、みんなこれ数字買ったら当たった時配当金下がるんやけど、僕のこの情報によるとこれです。あー、汚い数字ね。これなんです。1346。ああ、もう言っちゃったよ。1346が8月絶対とは言わん。絶対とは言わんけど、僕の理論上では 20% 弱。正確には 19.038% ぐらいだったんですけど、ただ、その1346っていうのは、その数字が出やすいだけで1346が出るってわけじゃないんですよ。これを8月毎日買いたいと思う。ということで今日初日買ってきました。これ、もしほんまにこれがストレートじゃなくてもセットでも当たったら、タダでどうやって数字選んだのかっていうね、のを教えます。8月1日今日の分買ってるから、ちょっと当たってるか見よう。これでな、僕もまだ見てないからね、これで初日でボックス当たってみ。もう勝ち確やからね。2945。はい、はい、っていうわけで本日もご視聴ありがとうございました。まあこの動画が良かったらっていうつもりはありません。当たった時にこの動画見直して高評価チャンネル登録よろしく。じゃあな。あー、100万手に入れたら俺速攻引っ越しするわ。